それでは個人ルーム最初の配信スタートします。皆さんぜひたくさんコメントを送ってください。それではちょっと、いやだいぶ緊張してるんですけど、まずは自己紹介をしたいと思います。と、北海道出身17歳の河村ゆいです。特技は Y 字バランスです。と、ありがとうございます。 Y 字バランス見てくださって。ありがとうございます。自己紹介もっと、趣味はスイーツを食べることとか、スイーツを食べることとアイドル鑑賞です。といちごが好きです。特にと AKB48 以外で好きなアイドルの方はフルーツジッパーさんとか、あとは K-POP アイドルの方も見ます。フルッパーさんです。坂道のグループさんも見ます。と19期研究生は3月17日にピュアアリーナ MM で行われた春コンサートでお披露目をさせていただいたんですけど、見てくださいましたか？ありがとうございます。皆さん見てくださって、どうでしたか？感想を教えていただきたいです。ありがとうございます。たくさん皆さん見てくださってる。かわいかった。ありがとうございます。いや、あだ名ギンガムチェックの衣装は渡辺真由さんの衣装を着させていただきました。ありがとうございます。当日は本当に緊張しすぎてて、ステージに立つまでが一番緊張してたんですけど、歌ってダンスしてたら楽しくできたので、楽しくできました。
キンガムチェックすごい難しかったです。オーディションのダンス審査の時かの曲がギンガムチェックだったんですけど、オーディションの時は全然踊れなくて頑張りました。ありがとうございます。そんなに見えなかったと、それでは皆さんに私のことをいろいろ知っていただきたいので質問タイムをしたいと思います。ぜひたくさん質問を送ってください。好きな AKB48 の曲はごめんね好きになっちゃってが好きです。好きな色はピンクと白が好きです。あ、俺もありがとうございます。嬉しいです。一緒で。好きな先輩、憧れの先輩は小栗有以さんです。北海道のどの辺に住んでたの？北海道の生まれが旭川の方、真ん中の方で、途中でお引っ越しして左下の方になりました。お引っ越ししました。と何で AKB48 のオーディションを受けたのかは、もともとアイドルが大好きだったので、自分もそのアイドルの方たちみたいに誰かに元気や勇気をもらえると思っていただけるような人になりたいなと思ってオーディションを受けました。東京の印象、東京は電車の人が多いです。すごい。仲良しのメンバーは19期のみんな、みんな仲良しです。東京は遊びには何回か来たことあるんですけど、オーディションに合格してから初めて一人で飛行機に乗って東京に来たりしました。好きな東京の街、まだ全然いろんなとこに行ったことないので、これからいろいろなとこに行ってみたいなって思ってます。
小栗さんとは少しだけお話しさせていただきました。と成田さんと水島さんもすごい優しく声かけてくださったりして、本当にお優しい先輩です。小浜さんとは同い年で同じ北海道出身なのでお話ししてみたいなって思ってるんですけど、まだお話できたことがなくて、今後お話できたらいいなって思ってます。ずんちゃん先輩さん、ずんちゃんさん先輩、お写真撮っていただきました。一緒に本当に本当にもう可愛くて優しくて本当に大好きです。私も同い年、ありがとうございます。嬉しいです。スポーツは本当に何もできないです。走ることも球技も全部できないです。佐藤愛理さんは可愛いちゃんって言って声をかけてくださって、すごいお話ししてくれてすごい嬉しかったです。50メートル走は今年は9秒か10秒ぐらいです。髪は結構茶色いかなって思うんですけど、一回も染めたことないです。得意な科目、得意な科目は数学が結構得意っていうか好きです。髪型に合ってる、ありがとうございます。数学は得意な方だと思います。サリーと一緒、そう、サリーちゃんと一緒で数学が好きです。なんで Y 字バランスできるようになったのかは、もともとチアダンスを習っていたのでストレッチとかしてて柔らかくなって自然にできるようになりました。
チュアダンスはあんまり上手ではないんですけど好きです。ラーメン好き？ラーメンめちゃくちゃ好きです。辛いラーメンとか大好きです。ラーメンは塩醤油味噌だったら醤油が好きです。あと10分あと10分そう味噌じゃないんです、好きなの。味噌も塩ももう全部好きです。兄弟はいなくて一人っ子です。料理は全くできないです。食べることは大好きなんですけど自分では作れないです。魚はさばけません。お菓子は、チョコとかでスイーツ大好きなのでバームクーヘンとかといちごが乗ってるものはもう大体何でも好きです。いちご大好きです。水拳さっきカイリがなんか言ってたやつ聞いてました。好きなアイスはバニラアイスが好きです。配信終了、そろそろ終了のお時間が近づいてしまいました。それではランキングを読ませていただきたいと思います。13位ミトンさんありがとうございます。12位マチャルさんありがとうございます。11位百式さんありがとうございます。10位あやかさんありがとうございます。9位矢野たけしさんありがとうございます。8位福
くっちさんありがとうございます。7位キャモさんありがとうございます。6位あゆみさんありがとうございます。5位トミーさんありがとうございます。4位燃えるゴミゴミな人さんありがとうございます。3位みなみなぱみなぱまさんありがとうございます。2位マシンガンさんありがとうございます。1位ムーさんありがとうございます。ありがとうございます。それでは告知をさせていただきます。明日3月30日19時からショールームさんに行って19期研究生初めてのショールーム特番の配信があります。 AKB48 公式ルームで配信しますのでぜひ見てください。現在プライベートメールにて19期研究生のお試しメールを配信しています。5月30日まで最大5人のメールが購読できるので登録がまだの方はぜひ登録してください。そしてカラコンウィンクの握手会とオンラインお話し会も受付中です。ありがたいことに完売が出ている分もありますがまだ申し込みできますのでぜひ会いに来てください。はい、告知はこれで終了です。最後にスクショタイムをして終わりたいと思います。それではありがとうございました。